兵庫県立三木星愛園は、兵庫県三木市にある、兵庫県立知的障害者構成施設である。知的障害者福祉法に基づく、18歳以上の障害者を宿泊、通称しながら、基本的、社会的な生活指導や、職業訓練を受けて、集団の中で自立することを目的として、兵庫県北張間地域地域を管轄する、知的障害者構成施設を、 兵庫県が建設した。1982年8月1日に開所している。また、秋人天皇夫妻が訪問しており、施設の近くにある、三木市立緑ヶ丘小学校との交流も盛んであり、トライアルウィークの実習先である。青門天皇皇后両陛下行後継記念の、石碑運動場寄宿舎格闘を渡り、廊下で結び、 鉄筋コンクリート作りで全て平屋建てで建設されていたが、現在は住居棟は2階建てである。一軒家を借り上げて利用者の自立生活を目標とするために、当園の近隣地に少人数の当園の利用者が居住するために2005年4月1日にひまわりの家を開設したのを皮切りに6軒開設している。ABCDEFGHIJ 概要 三木ただし愛園。2012年6月15日閲覧。平成24年度地域に学ぶトライアルウィーク県立施設等の受け入れ先一覧。兵庫県。2012年6月15日閲覧。平成22年度のページ7月8日、音楽クラブは聖愛園へ交流に行きました。三木市立緑ヶ丘小学校。2012年6月15日閲覧。 投資事業評価調書。兵庫県。2012年6月15日閲覧。行事紹介。三木忠だし愛縁。2012年6月15日閲覧。ABCDEFG。広報。三木祝札版 3P254.ABCDEFGH。広報。三木祝札版 3P294AB。3件目の。 グループホーム解説三木星愛園2006年4月12日。神戸新聞。2012年6月15日閲覧。ご訪問。宮内庁。2012年6月15日閲覧。両陛下、三木ご訪問が埋める、歓迎の笑顔2006年9月30日。神戸新聞。2012年6月15日閲覧。 兵庫県広報平成20年3月28日1965号。兵庫県。2012年6月15日閲覧。自立支える野菜直売所オープン。47ニュース。2012年6月15日閲覧。手作り野菜で、カレー店未起の障害者支援施設。47ニュース。2012年6月15日閲覧。 広報ミキ2008年10月号、P18 広報ミキ2010年4月号、2012年9月29日閲覧生活介護事業、ミキただしあいえん、2012年6月15日閲覧自立訓練事業、ミキただしあいえん、2012年6月15日閲覧就労移行支援事業、ミキただしあいえん、 2012年6月15日閲覧。広報ミキ2008年10月号。P7。広報ミキ2008年10月号。2012年9月29日閲覧。地域支援事業。ミキただし愛縁。2012年6月15日閲覧。広報ミキ2012年3月号。P32。広報ミキ2012年3月号。 2012年9月29日閲覧。ありがとうございます。